結局市行政の方々は誰のために働いてるんだろうっていう移転、誰が望んだんですか？もちろんまだ皆さんが不十分だと言っている方がいらっしゃるのも分かります。ただ結論はどこかで決めないといけない。質問させてもらえると思ったらもう区分けして、そしてそれをあなた方が勝手に、今まで質問逃げたことないじゃないですか。ずっと何だ、いやけど、いや逃げたことないですよね、僕。市立川西病院の存続を求める会です。皆さん、今兵庫県川西市で起きていること、何を訴えてますか？私たちはこの病院の必要性で、北部の町づくりにはね、絶対この病院は必要です。市立の総合病院が2年後南部へ移転することが決定。病院の跡地に建てられるのは市立の診療所か民間のリハビリ病院か、2つに1つです。入院設備がある方がいいですね。診療所は入院設備がないんで。内科、外科、小児科、整形ぐらいはね。兵庫県川西市、人口はおよそ15万6000人。1960年代後半から市の北部で大規模な宅地開発が行われ、急激に人口が増えました。それからおよそ50年、北部は急速に高齢化が進んでいます。脳の手術しまして、そうなんです、運転できなくなったんです。主人も長いことかかってましたけど、亡くなりはったから。あ、そうなんですか。今じゃあお一人暮らしで。そうです。だから不便なんですよ。そして北部にある市立の総合病院も老朽化しています。2002年度以降は赤字続き。年におよそ10億円の補助金をつぎ込んでも解消できません。そのため市は交通の便のいい南部に病院を移転すると去年2月に決めました。総合病院を失う北部地域、住民からさまざまな声が聞かれます。財政改善のためには我慢しなきゃいけないでしょう。移転してもでもいいよ、私はもう賛成ですよ。いや、そんなこと言ったってもう近くになかったら困るよ。いやいや、もう歩ける人がええで。わし医者やったらこんな遠いところによくんが。病院の移転に不安を抱える人もいます。あんた、こんごくん、なんで市立病院から車で5分の距離に住んでいる井上陽子さん。息子の義弘さんは重い障害があります。大きい意味で脳性麻痺、基本的にこの人は全壊状になります。はい、一人でご飯食べることもちょっとできないですし。義弘さんは急に発熱するなど体調を崩しやすく、夜間も駆け込める市立病院の存在に救われていました。尿路感染とか突発の時には大変市民病院にお世話になったんです。ほんで入院もしてますし、そうすると近いですからとても助かったんです。川西市民病院がなくなりますと、この地域が医療過疎になっていくと私は思ってますので。24時間救急を受け入れ、13の診療科と250の入院ベッドがある市立川西病院。病院が南部に移転するのは2年後の秋。市は跡地に2つの案を考えています。
A 案は私立の診療所を建てる案、入院はできませんが内科、小児科、外科、整形外科の外来診療を設け、夜間の休館も受け入れます。 B 案は民間のリハビリ病院が建てられる案、160の入院ベッドがあり内科と小児科も置く予定ですが夜間の休館は受け入れません。10月、市の北部にある小学校で市長がタウンミーティングを開きました。住民に2つの案を説明し意見を聞きます。従来の案がいいのか、今までこれからの新しい提案がいいのかということをご議論をいただきたいというふうに思っておりますが、皆さんと協議をしていく中でより良いものをしっかりと作っていきたいなというふうに思っております。診療所かリハビリ病院か、参加者からは診療所が欲しいとの声が上がりました。北部の要求としては北部診療所の方が29級がなくなるのであれば、せめて北部診療所が欲しいです。もっとね、北部住民のことを考えてほしいんですよ。住民がね、あの今言うてる内科3診、整形外科小児科6診で、開業医2診で、24時間病院と、病院じゃない、診療、こういう機能を、ね、大切にしてほしいんです。どんな形であれ若い世代に選ばれない、そういった地区はね、衰退する一方になると、そこを危惧してますので。大和団地で自治会長を務める尾崎さん、診療所案を推しています。まちづくりの政策についても今は南部中心で北部がね置き去りになってるっていう印象がやはり強いので。大和団地を含む北部のニュータウンは1960年代後半から次々に開発され、子育て世代が殺到する夢の住宅地でした。これは土地を手に入れるために抽選を待っている人たちの映像です。それからおよそ半世紀、地域の願いは若い世代に移り住んでもらうこと。そのためにも小児科の充実など市民病院の代わりになる私立の診療所が欲しいと考えています。この地域の町づくりの根幹の一つなんですよね、大きな問題なんです。でこれが住民にとってね、知らん間に決まってて、あ、気づいたらそうなってたということはやっぱり一番あかんのかなと。大和自治会は臨時ニュースを発行し、すべての世帯およそ4800戸に配布しました。診療所を希望する人たちの署名を集め市長に届けます。大和自治会が推す診療所案に対し、市はリハビリ病院の案を推しています。これから不足するだろうということが予想される回復期病床、つまり入院をした、手術をした、で、まあ、1週間とか2週間で退院をしなければいけないときに、なかなかお家でいきなりこう生活するのはしんどい、そういった方たちを主にターゲットにして、そういった方たちにこう入院をしていただく、そういった方たちにこうリハビリをしていただく。市立川西病院は発病時に駆け込む急性期の病院ですが、 B 案のリハビリ病院は回復期の病院です。回復期の病院とは、手術などをした後自宅に帰る前に入院してリハビリするための病院です。急速に高齢化が進む川西市の北部に必要だと市は考えています。
この機会を除けば、北部の地域に病院が建つということはこれからもうずっとないわけですよ。優先順位として何がこの地域に必要だということを考えたときに、病床、回復期の病床を絶対に取りたいと。実は今、新しい病院を建てるのは非常に難しい現実があります。2年後、市の南部に移転する新しい市立川西病院。今年10月、工事が始まりました。川西市などに6つの病院を持つ医療法人協和会、理事長の北川さんです。あの辺りが病院の正面玄関ということになるかと思います。クレーンの下ぐらいですかね、クレーンの下ぐらいが救急の入り口ということになるのかなというふうに思います。実は新しい市立川西病院は協和会の協立病院と合併し、協和会が運営を担います。どうして市立川西病院と統合しようと思われたのでしょうか。公立病院であっても民間病院であっても、非常になかなか経営は厳しい状況にある中で、将来を見据えてじゃあどういう病院が残っていくのかと、統合再編というのは今の日本の一つの流れなんだろうと。公立病院と別の病院の統合は国が施策を進めています。一つ病院を減らすなど条件を満たせば、国から整備費の4割分補助が出るのです。老朽化する赤字の病院を高度な医療を提供する病院へ、2つの病院を1つにして再生を目指します。何らかの対策を講じないと市民病院がなくなってしまうと。協立病院と、北部にありました市立川西病院を、統合再編するというのは、川西にとっては市民病院を残すためには、この方法しかなかったのではないかなというふうに思います。入院ベッドはすべて個室。部屋の7割は個室料金がかかりません。40歳以上の高齢者の死因の一番はがんと悪性腫瘍ということになりますので、やはりがんに対する治療、このあたりはしっかりと、できないといけないだろうと。病院が統合される時代、この20年ほどの間に全国で900以上の病院がなくなりました。市立川西病院を失う北部地域、大和団地の自治会は市長への署名を集めました。その数およそ2600人、団地に住む人の4分の1です。従来案の方で、要望させていただこう、住民の署名2629名と添えて、要望させていただきます、よろしくお願いいたします、病院の跡地には私立の診療所を建ててほしい、切なる思いです。これからもより良い医療をどうしていくのかというのは、その結論がどうであったとしても、しっかりと対話をさせていただきたいと思いますので。病院の跡地に立つのは私立の診療所か民間のリハビリ病院か、住民や議会の意見も考慮して市長が今月中に決断します。地域で暮らし続けるためにはどの医療がこの川西の北部に必要なのか、10年後20年後最も必要な医療の機能というのは何かということを最優先に考えていきたいなというふうに思っています。